こんばんは。立川行ってきたよ、ありがとう。こんばんは、今日も美しい、ありがとう。こんばんは。ちょっと今日はノーメイクなんですけど、ごめんなさい。こんばんは。あ、フォスターさん、タワーありがとうございます。ありがとう、タワー、嬉しい、ありがとうございます。書きます、ありがとう。フォスターさん、今回は歌唱力タワーかな、ということで、クマを描きたいと思います。ありがとう。ちょっと待ってね。2024、7月25かな。清水さら。よいしょ。フォスターさん。歌唱力タワー。ありがとうございます。ここ割れてるからもう割っちゃおう。前髪割れてる。よいしょ。ありがとう。カラオケという、カラオケじゃ、カラオケって言っちゃった、歌唱力のこと。カラオケだって思ってない。ありがとうございます、フォスターさん。あとは（かっこゆうちゃん）、本門さん、あきまんさんもありがとう。書くね、ありがとう、本当に本当にありがとう。ちょっと書いたらいろんな話するわ。じゃけみんなそれまでいてください。書き終わるまで見てくださいね。ちょっと前髪が気になるな。ちょっと待ってね。クマの形状が描くときによって変わってきてしまう。ありがとうございます、本当に。かっこゆうちゃん、歌唱力タワーありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとう、ありがとうございます。続いて、あきまんさんと本門さん、お疲れ様です。ありがとう。あきまさん。ちょっと待っててね、みんな。話するので待っててね。みんなは今日は何してたの？あ、仕事か、仕事か。サラ今日はね、朝から、あ、朝からではないんだよ、あのちょっと午後からなんだけど、午後から外で勉強しました。気分転換に。なんか最近はなんか YouTube 撮るのにハマっているYouTube っていうか、なんか YouTube というか、 YouTube を撮るというか、ビデオブログ、1日自分が何したかを撮るのに、作るのにハマってて、それを友達に見せてるんですよ。で、今日もそれ撮ってました、ずっと一人で、はいみたいな、今から勉強していきたいと思いますみたいな。それで、そう、昼は寝とったよ、昼まで寝とったよ。あきまんさん、ありがとう、ありがとうございます。あきまんさん、ありがとうございます。公開用じゃない、うん、公開用じゃないね、全然公開用じゃない。ありがとう、あきまんさん。動画撮るのめっちゃ好きなんで、で、え、でもクオリティが高いので、まず見せたいです。じゃあマジで見せたいけどね、なんかその公開用っていう気持ちでやってないから、多分拡散といけんこととかがいっぱいあって、公開用にするためには改訂版にせんといけんかもしれん。今のままではね、多分見せれんと思う。多分もう家とかもね、分かると思う、今のままだと。スタッフの許可、スタッフの許可はよう分からんけど、いらんかもやけど、あ、 YouTube にってこと？ YouTube だったらいるけど、それ Twitter とかだったらいらんかもね。もうそれにハマりすぎて、でもそれのためにむしろなんか行動を起こしてるんですよ、マジ。行動原理それ、マジでそれなんです。最近やばいよね。ちょっとあの動画映えのために走るかみたいな、ランニングでも行ってくるかみたいな、サウナ行ってくるか。本門さん、歌唱力タワーありがとう、ありがとうございます。本当に見えんかったね、ありがとう。ありがとうございました。ビリアルでもしてんのか、それはどうじゃろう、それは秘密やな。ありがとうございます。もう皆さん本当にタワー、本当に本当にありがとうございます。そして歌唱力来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。なんか歌唱力は何だったっけ、あのなんだ、歌唱力は8人に残ることができなかったんですけど、すごくいい、あのいい挑戦になりました。今回はあの練習を前よりも頑張ったので、いい挑戦になりました。まあ、あ、まあ、まあじゃない、結果は良くなかったんですけど、
諦めずにまた頑張りたいなって思いました。もけさん、レインボースターありがとう。なんか本当は違う曲、違う曲、さ1曲目に歌う曲と2曲目に歌う曲が当日に逆になっちゃって、その予想外だったんですよ。アンエクスペクティットだったんですよ。それで、うん、まあ来年その曲は歌わないかもしれないですけど、1曲目はアドさんの曲歌おうと思ってました。アドさんの曲ね。でもその曲もその曲で、なんかボヘミアンラプソディは当日あんまりうまくできなかったんですけど、そのもし全力を出せてたらアドさんの曲よりうまかったかもしれないけど、なんかそのアドさんの曲は最初の部分が低くて、なんかめっちゃいいかって言われるとボヘミアンラプソディよりも良くなかったかもしれないんですよ。だからその曲順っていうと逆になっちゃったけど、自信があった方が先になったので、そのなんていうの、その自信がない方だったから落ちたっていうよりかはボヘミアンラプソディの方がむしろ自信があったので、あれですね、もう立ち打ちできんというかあれなんですけど、そんなに逆になったとしても言い訳できん感じなんですよ。そう、でもその当日うまくできなかったのでそれが問題ですね。全然そう、むしろいい、自分がいいって思ってた方が先に来てそれだったから仕方なかったね。アドさんの曲はなんかでもうっせーわみたいな感じじゃないよ。あのうっせーわみたいなはぁみたいな歌じゃなくて、めっちゃ爽やかな、もう健やかな曲なんですよ。めっちゃねえ変わり種じゃないよ。そんなにボヘミアン・ラプソディはあの昔から好きだった曲だったので歌いたいって思ってました。決勝で歌いたいって思ってたんですよ。くまねパパさん、バラありがとうございます。なんで外国語っていうのは、外国語っていうのはなんだっけ、外国語っていうのは海外からの参加を知らない時にもはもう決めてたので、あれだった、たまたま今回だった。次はマキシマムザホルモンでそうやな、それやな。次はでも楽しかったですな、歌唱力は。そのめっちゃ前から決めてて、でも今回の歌唱力のためにもうボイトレとかも行ったし、もちろん行ったし、家でもいっぱい研究したので、そうでもそれでも届かなかったので、またなんか次は呼吸法とかを変えて頑張ろうと思いました。バンド好きって、そうなんか海外のバンドとか好きです。ボヘミアン・ラプソディ新規です、ありがとうございます。ボヘミアン・ラプソディを歌おうと思った理由は、ボヘミアン・ラプソディの歌詞の中に、歌詞の一番最後がNothing really matter って言うんですけど、 Nothing really matter anyone can see Nothing really matter Nothing really matter to me みたいな
終わるんですよ。3回言って終わるんですけど、そのナッシンでやりまった問題ないよっていう意味じゃないですか。その意味歌詞に、私はこのアイドル人生での失敗とかなんか悔しかったこととかをその歌詞に励まされてきて、ずっとそれを言い聞かせて活動してきたので、この歌で優勝していい思い出を作りたいなって思ったんですよ。あのクヤさん、そう、うまい方もか、ボンちゃんバラありがとうございますっていう意味もあります。好きな歌だったっていうのもあるんですけど、まあ、好きな曲はこの世にいっぱいあるんですけど、決め手はそれです。それをタトゥーに入れよう。タトゥーに入れるか。鉄兄さん、あ、最後にというか最後の方にですね、自分が歌った最後は最後でもない、自分が歌った最後もトゥーミーとかだと思うので、最後の終盤にっていうことですね。きんにくんさん、バラありがとうございます。で、歌唱力はそれで、なんだっけ、あとは悔しかっただろうけど見たことないくらいいい顔してたで、ありがとうございます、嬉しいです。あとは衣装は自分で買いました。買った、その自分で本当に自腹購入しました。可愛いって思って、その買ってもらえるんですけど、予算オーバーでダメだった、ダメって言われると思ったので。静かなパートナーが、そうですね、最後のちゃんと伝わってて気づいて泣いてたよ。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、それは嬉しいです。こんばんは。おいくら前、え、わかんない、おいくら前だ。でもね、海外の服だったからちょっと読めなかったかも、値段が。倉本さんと同じ、そうなりましたよ。 SKE の花ちゃん、花なんと仲良くなって連絡取ってます。今も花なんとは、共通点も、意外な共通点もあって、その話をしたり、花の方が一個年上なんですけど、年上でそういう、いろいろ教えてもらったりした。前髪変わった、なんか変わってないんだよね、なんか変わってないというか、意図的に変えたわけじゃないんですけど、癖がついててこうなりました。性格はさ、なんか可愛いなってずっと思ってて、結構今風な可愛さがあるじゃないですか。花なんはなんか TikTok の女の子みたいな、そこにすごい惹かれました。ずっと可愛いって思ってて、話しかけたらすごい優しくしてくださって嬉しかった。はなちゃん、ゆいにゃんの話しかかったんやって。そうなん、知らんかった。もうはななんとね、遊びに行きたいって思います。めっちゃフレンドリーに話してくださって、なんか私の方が年下なんですけど、タメ口でいいみたいな感じで私が言ったんですよ、私から。そしたらいいよって言ってくださって。鉄兄さん、バラありがとうございます。歌唱力の時のインタビュー、インタビューってあったっけ、インタビューってなんだっけ。なんか遠いですか、顔遠い方がいいですか。インタビューってありましたっけ。日野さんの、三村日野さんの人生は夢だらけは自分のめっちゃ好きな曲だったので、会場で聴けて感動しました。
この世にあって欲しいものがあるよ。え、サラは緊張してるように見えました？歌唱力のステージ。サッチはとにかく緊張してそう見えた。え、見えなかった、見えなかったけど、堂々としてたし可愛かった。なんかあのさ、すべての元彼に捧げます聞いてくださいって言うじゃないですか、サッチの歌。あれも しその曲、これさわさんの本当の曲を知らない人がそれ聞いたらめっちゃ元カレへの宣言を始めた人みたいになると思って一人で妄想してたんですよ。だってあの曲は結構あの若い子向けの曲じゃないですか。だからみんながそれを知らない可能性はめっちゃ大いにあるって思って、なんかサッチの宣言、急な宣言みたいだったらって思われとったら、いやでも絶対調べるじゃないですか、さすがに。最後まで間違った認識されることはないじゃろうけど、その場では勘違いする人がおりそう。元カレって聞き取れないように言ってて、そんなわざとじゃないでしょ。今日何食べたって、今日何食べた、今日はあの勉強してたんですよ。なのでそこでココアのとか飲みました。1から3位まで名字に村がつくおもろい、よく気づいたね。チュ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 チ知らなかったので驚きました面白い。君にたくさん大好きだ。今回ユイリー話した？話せましたよ。ユイリーさんハグしてくださったんです。めっちゃ嬉しかったですね。なんかもうね、優しいんです、めちゃくちゃ優しいんですよユイリーさんは。しかもまあなんか可愛い、やっぱり実物見たら違いますね。実物カメ子とかでもめっちゃ可愛いじゃないですかユリーさん。でもなんか実物で見たら顔の立体感がもう違うんですよ、私とかとは。なんかね、えもう立体感があるんよ、その 3D なんですよ顔が。横顔とかももうおーって凹凸があって、真っ白ってかもう真っ白、もう姫って感じ、もう姫、お姫様って感じ。大好きになったユイリーさん。なんかいろんな方と話せたんですよ今回。なんかもうどの方もめちゃくちゃ優しくて、その人の温かさにめちゃくちゃ触れられました。もう優しい方がいっぱいいるんですよ48グループに。なのでね、めっちゃ喋りました。でも最上奈々香さんとずっと話したかったけど話せなくて、あそこは心残りなんですけど、あ、奈々さんとも話せました。奈々さんとはもういっぱい喋話せました。ユイリーさんバラありがとう。ユイリーさん、ユイリーさんユイリーさんって言おうとしたらユイリーさんって言っちゃった。ユイリーさんバラありがとう。バンドの方とは話せてないですね。なんか歌唱力の日さ、飛行機で行ったんですよ。飛行機ね、久しぶりに乗ったからめっちゃ楽しかった。飛行機は
なんかね、そう、飛行機はネットが使えないじゃないですか。だからなんかネット断食になったネット断食になって楽しかった。新幹線ね、止まったなんですよね。 STU で飛行機に乗るのはね、多分2回目だったんですけど、楽しかったです。プライベートジェット、そう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 、なんかデジタルデトックスになって楽しかったです。審査員の方と話します。なんかあの歌の先生の方、歌の先生の方いらっしゃるじゃないですか、白い服のと話できました。白い服のと黒沢さんはもう話してきました。自分から話しかけてくださって優しい方ですね。とお話できたよ。聞いたアドバイスはなんか本家の曲を聞き込んで、本家の曲を聞き込んでもっと特徴とか曲調をもっと取られることが大事みたいな。今日何食べた？今日はアイス。春秋コーク、鉄兄さん、クラキありがとうございます。アイス、パセリ、アイスって、そう、アイスめっちゃ食べる。シミサラの人生のテーマソングあります。サラの人生のテーマソングは最近は、なんだろうな、最近はアイリット、ディスタンスだけ、ツツ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 ツ。でも星野源さんとか好きですね。セカオワとかもめっちゃ好きだし、まああのバックナンバーも好き、マカロニ鉛筆も好きだし、いろいろ好き。結婚の時は逆言ってたけどね。チューチューさん、デインモスターありがとうございます。レインボースターありがとうございます。でも来年出るとしたら挑戦してない曲にするかも。でもなんか挑戦してない曲、挑戦してないっていうかバラード系の曲とかは自分があんまり上手くないんですよ。だからそのちょっと悩ましい、悩ましいんだよね。そらあんまりさ、バラード系の曲さ、うまくないんよ。例えばなんだろう、尾崎豊さん、だったら、どうじゃろう、なんかあんまり歌ったことないよね。アクターズの頃とかもリトグリさんみたいな今風な曲が多かったので歌ってたのが。完成特集の中に誰かの悲鳴が隠れているって曲しても知らんな。ちょっとポーコさん、クラゲありがとうございます。前がんぼにキャラプスで歌った以外しました。本当ですか？
でもめっちゃ楽しかった歌唱力。なんかやっぱ楽しかったポイントは、なんか今回はでもハラハラ感があんまりなかったんですよ。サラはハラハラ感があんまりなくて、いや初めてじゃなかったっけかな、じゃけなんか、いやていうか、なんかボヘミアン・ラプソディがうまく歌えなかったから、それだわ、ボヘミアン・ラプソディが うまく歌えなかったから、なんかもうそこで結構あーちょっともうダメだわ、今回ダメだわって思ったけん、その希望があんまりなかったんよ。 そこだわ、自分が悪い。え、ハートありがとうございます。なんか歌って本調子ならもっと良かったけど、でもその本番になったら冷静じゃないっていうことを考慮して、もっとうまく仕上げてない自分が悪いですね。それはあれですけど、あの歌ってなんか歌ってる途中に分かるじゃないですか、途中で、あちょっともう やったわ今回みたいな。なのでなんかもう結構序盤で、あ今回はうまくないわって気づくんですよ。なのでなんか歌の途中でもうちょっと慣れてたんですよ、若干。そこが今回の反省ポイント。いや結構なんか歌ってる最中はコンテストとかだったら無心になることってあんまりないんですよ。普通に頭動いてるんですよ。あーじゃあさっきのやったなとか分かるんですよ、めっちゃ自分で。だからそういうのが序盤であったので、歌唱中にあんまり楽しめなかったっていうのと、終わってからもそのうまくいってないっていうのがすごい残ってたから、選ばれんな、豊永さんとかめっちゃうまかったし、ゆいさん選ばれんなって思った。形あるもの良すぎた。え、なんか形あるものしかうまくない、そら本当に形あるもの以外歌えんのよ本当に。鬼塚千尋さんのやつはなんか大きいミスとかはなかった。んなちゃん気のせいかでもすげえ違う、それ今日昼まで寝たんですけど、12時まで1時まで13時まで寝ました私。13時まで寝たので、あの寝起きっていうレベルです。まだあんまりうまくないんですよ。あの自分の課題点としては音域が狭いっていうことだなって思った。そのあんまり上手くない歌が多いのは、あの音域が狭いけんないよ、低いところと高いところが出てないよ、それじゃなって思った。でも形あるものはあのあんまり振れ幅が、音の振れ幅がないので上手いです。それはじゃ自分で何言っとんのって感じやけど、上手いですとか言って、うん、最近睡眠時間違う、それはやばい。サラは最近は、いやでもサラも切羽詰まってることあって頑張らないといけないんですけど、あの勉強で頑張らないといけないんですけど、なんかまだ大丈夫かなってずっと思っちゃう。でも昔よりはめちゃくちゃ自分成長したなって思うのは、なんかやらないといけないことを早く始めれるようになりました。ゆいりさんはめちゃくちゃ音域広いね。今回の体験、現地サイちゃんが一番好きだったので、あ、好きなだったのは誰の曲だった？え、でもリオちゃんのドキュメンタリーフィルムは初めて聞いた曲だったんですけど、めっちゃいい曲だなと思った。あのリオちゃんが上手かった件かもしれんけど、めっちゃいい曲だと思ったし、思ってあの家でも聴きたいって思った。聴こうって思った。でゆいりさんのエコーって曲とも初めて知ったけど、あのめっちゃいい曲だなって思った。いやでもみんな多分その人が上手かったけん思ったっていうのもある
誰の曲、誰の曲なんかね、分からんけど、分からん、ユイリーさんの曲じゃない、ユイリーさんの曲じゃない、エコーは。ドキュメンタリーフィルムはリオツンの曲じゃない、リオツンの曲そう、なんかさ、選曲さ、どうしたらいいか分からん、難しい。ミスチル、あ、リオツンの曲かと思った、ミスチルの曲、歌いやすかった、え、歌いやすかったとか思わんよ、難しいでしょ。ボヘミアン・ラプソディはさすがに清水沙羅の曲、さすがに、周りと相談してない自分的な、うーん、うん、あし、てか、13位ちーちーさん、12位くまねパパさん、11位ココナの里のたまごさん、10位ブリッジさん、9位バイリンガルさん、8位モリッチさん、7位ミータさん、6位モケさん、5位ビューリコさん、4位ヤキマーさん、3位ホンモンさん、2位フォスターさん、1位カクユーちゃん、ありがとうございました。カクユーちゃん、フォスターさん、ホンモンさん、アキマンさん、タワーありがとうございました。また話します。明日はね、楽しみなことがあるので、それ帰ってきたら、夜時間があったら配信します。ありがとうございました。本当に皆さん応援ありがとうございました。それではバイバイで、ありがとうございました。